どうぞ。至って裏森下のスリーランあるなんだよ、これ気になる。得点圏3割3分9厘やばすぎるな。えぐっ。
ダッドフラで満塁の木浪の打率やばいらしいですよ。うまいな、走者満塁出てるやん。バラバすぎやろ、5割3分8厘。差がすごいっすよ。ユタットフラウ。ちょっとやばいっすよ。ほんま？マジでやばい。ユタットフラウ。途中ですけど帰ろうと思います。新幹線で帰ろうと思います。それでは、瞬殺でつくな。49分でついたんやけど、阪神のね、素晴らしき得点シーンは全て撮れたよ。クソ試合で負けたので、スキヤを食べます。いただきます。ユタットフラウ。はい、皆さんお疲れ様です。いや、まあね、もう語ることも何もないんですけど、まあ今こうやって甲子園で試合を見て帰ってまいりました。まあ今日は、いや、やっぱすごいなっていう再認識したのは、まあ新大阪から名古屋まで、新幹線というね、素晴らしい、まあ乗り物、まあこれ貴族の乗り物と言われておりますけれども、まあ貴族の乗り物を乗っていくとですね、新大阪から名古屋間なんと49分で最速でたどり着くというね、素晴らしい技術の塊だなと
思いました。まあそれぐらいですね、今日はね、すごいねと思ったのは。まあドラゴンズね、まあ今日は初めて甲子園の内野席から見てきまして、まあバックネット裏っていうね、まあ貴重なところから見させてもらったんですけど、まあやっぱり阪神の選手って、去年もね、ずっと僕言ってきたと思うんですけど、まあ打席に立って、やっぱ考えて振ってるよね。うん。近本選手も、まあ中野選手も率低いけど、まあ木浪選手も率低いけど、まあやっぱり、ええとこでやっぱ打つし、まあ考えながら打席に入ってるなと思うし、まあ近本選手なんで、ほんまにめちゃくちゃ考えて打ってるなっていうのが、まあ、テレビで見てても、球場で見てても、やっぱすごい感じるんですよ。俺は何をしなあかんのかって。まあそれが、できてるチームやからこそ A クラスにおるわけよ。まあ、阪神のファンの人らからしたら、まだまだね、不甲斐ないっていう風に思う人らもおるかもしれへんけど。まあでも、僕らドラゴンズファンからしたら素晴らしいチームやなと思いますよ。で、まあクリーンナップもね、森下選手、大山選手、佐藤輝明選手、まあ今日井上康太選手も入ってましたけど、まあ全員やっぱ打球に当たった時の、打球の質、ほんでスイングスピード、レベルが違うんですよ。後ろから見てて思うけど。で、小笠原投手も、まあ一回に、あえて打たれしまって、6失点した後、まあマウンドから帰ってくるときに、まあまあね、もうしょうがないっていう、風な感じで降りていく、まあ姿はしょうがないですけど、まあベンチの雰囲気悪いなって、めちゃくちゃ思ったし、で、まあ石川高い選手がファーストやっててね、で、ボール回しってするじゃないですか。内野、会始まる前にね。まあその時に、まあサードに投げて、で、村松選手がまだ、ね、行ってなかったんですよ、ショートの守備の位置にね。で、セカンドもこっち向いてないし、なんかそういう、なんかチームの中で、まあ今日セカンド、板山選手やってましたけど、板山さん行きますとか、村松さん行きます、村松選手がちょっとどっちかわからないですけど、村松行くで、みたいな。そういうのもなんか、ないんやなっていうのが、思ったし、まあチームの雰囲気って、やっぱ成績にもね、すごい左右されると思いますけど、もうなんかそういうところを、なんか見ててすごい残念に思いました。で、まあ未だに甲子園、0勝、9敗、一分けというところで、まあ、対阪神戦ビジターで唯一勝ってるのが倉敷だと。まあ、その一勝を見てきてよかったなと思ったんですけど、まあ、今日は甲子園初勝利、まあ、最後の勝利を見て帰れるかなと思ってたんですけど、まあ、まあ、そんなね、とてつもない低い目標ですけど、まあ、なんかこんなこと言いたくないですけど、なんかやっぱベンチの雰囲気も悪いし、まあ、監督首脳陣を見てても、なんかすごいきついんだろうなっていう、まあ気持ち的にも精神的にも、まあそれはね、ファンも厳しい、きついなっていう風な感情あるし、まあそれ以上にやっぱり現場、まあ指揮する監督、首脳陣、まあコーチもそうですけど、まあ見てると、まあやりたい野球っていうのが全くやれてないんだろうなっていう風に思うし、まあなんか今日の負けを見て、なんかまあいろいろと今までね、僕も言ってきましたけど、まあもういいんちゃうかなと。うん。思うようなところになってきたなっていうのは事実です。まあ実際に、ね、来年どうなるか分かんないですけど、まあ3年間信じてドラゴンズの試合を見てきたし、なんとか A クラスに行ってほしいなっていうふうな思いも、ね、ありながら、毎年開幕戦に最高のボルテージに持っていくんですけど、まあ、こういう風な形になってしまって、ファンとしても非常に悔しいし、残念に思うっていうのが本音の部分かな。まあ、いろいろとお疲れ様でした。って感じですね。まあ、これにて今期の私の遠征は、今日で終了いたしました。3月29日神宮球場での開幕戦からもはや6ヶ月、まあ時の流れが早いなとは思いつつも、まあ苦しい思いをね、まあ、してきた6ヶ月だなっていうところですね。以上です。まあ甲子園2試合行かれていたマドロゴさんの皆さん、本当にお疲れ様でした。まあ、明日もね、応援される方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、最後まで悔いのないように応援してきてください。まあ、僕も最後までね、まあ、遠征には行けないですけど、まあ、見守るという覚悟で見ていかなあかんなって思います。まあ、最後ね、ちょっと大阪駅で、まあ、皆さん
これ大阪の新世界の通天閣の上にあるビリケンさんっていうキャラクターって言ったらあれなのかもしれないですけど、まあ足を触ったら、まあ幸運になれるっていうね、ところで、まあなんか大阪駅で土産を見てたら、なんかこうやって、待っとって、俺のこと呼んでんのかなと思って。はい、買ってまいりました。まあ昔からよくね、笑った顔がビリケンさんに似てると私よく言われますんで、まあ最後はビリケンさんとビリケンポーズで締めようかなと思います。